満月は日本海軍の未成駆逐艦、秋月型駆逐艦の12番艦、太平洋戦争中に建造中止となり、戦後解体された。丸ル計画の駆逐艦をつ、第3 6十五艦型の6番艦、歌唱艦名第365号艦として計画。1945年1月3日、佐世保海軍交渉で起航。2月5日、 満月と命名されて、秋月型駆逐艦の6番艦に定められ、本席をクレチンジュフと仮定。3月、工程16%で工事中止となり、仙台上で放置された。艦隊は、キールの据え付けと中央部への6材設置が終わり、その外弦に鉄板を一部貼っただけだった。百四十七年九月九日、満月の船体は解体のため内務省を経由して、 大倉省へ引き渡され、さらに同日佐世保船舶工業株式会社へ引き渡された。1948年2月から佐世保船舶工業で解体が始まり、2月28日に解体が終了した。戦後撮影された両月。1944年の復旧工事で環境が角張り、へさきは直線となった。満月は、 秋月型の中で唯一、基本計画番号解53に従ったものとされる。基本計画番号解51との違いは、監視部がナックルフレアであること、選手廊甲板上端の断面が垂直であること、看尾の側面型が末広がり型ではなく垂直であること、環境が丸みを帯びていないこと、看尾鑑定部が曲線ではなく、ナックルが付けられていることなど、 曲面と曲線を極力排したもので特殊工の使用もやめたとされる。特に環境と監修の設計は1944年1月16日に開いたい発した両月の復旧工事の際に使用されたと考えられている。ただし満月が本当に基本計画番号解53に従って建造されていたかどうかについては異説があり、 一般偽造改正図の記述では、本改正は367号館以降に実施とあり、このことから満月も通称冬月型に含まれるとされる。367号館は、か月の次の館である。第79回帝国議会と第81回帝国議会で成立した価格であり、基本計画番号会53としての価格ではない。要目は、 満月が基本計画番号会五十三に従って建造された前提都市一般計画要領書に基づいて記述する。本来の官名表記は三つ月。AB 本館が官邸類別等級別表に搭載された九百四十五年二月五日時点で秋月、照らし月、初月、新月、若月、下月の六席が官邸類別等級別表から 削除されているため、1945年2月5日、時点では6番艦、通算では12番艦となる。秋月型駆逐艦の1945年2月5日、時点での鑑定類別等級別表上の序列は、両月、冬月、春月、宵月、か月、満月、か月の順である。ありがとうございます。